い、ということで、天狗ですけども、今はですね、室タウンの、なんかようわからんね、洞窟にいるんですけど、この先に行くにはね、まあ、フラッシュがないと、まあ、ないといけないことはないけど、あった方がいいということなんで、二つ目のね、10マッチ、取りに行きたいと思います。まあ、なんか使えないらしいんでね、フラッシュが。前回の動画で、まあ、見たんですけど、格闘だった気がするんですよね、確か。ほら、格闘だったんで、ちょっとね、いや、このパーチでいけるかどうか怪しいんですけど、まあ、キモティを中心に、頑張っていきたいと思います。行きましょう。ほい。さあ、うわ、見えねえよ。おい、ちょ、待って待って待って、どういうこと？元気しとうや、チャンピオンを目指すカエルテン。ムロタウンジムのリーダー、トウキは、格闘タイプポケモンの使い手だ。ノーマルタイプで向かうと厳しい一撃を食らうから気をつけた方がいいぞ。しかもこのジムの中は海の底みたいに暗いんだ。でもトレーナーを一人倒すごとにだんだん明るくなっていくぞ。じゃあ気張っていこうね。うわ、見えねえ。待って待って、どこにいる？わかんないって。あ、いた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 、女の子か。私を甘く見ないことね。泣いても知らないわよ。まあ、泣くくらいならいいわ。泣くくらいなら全然いいねえ。さあ、行きましょう。お、飛んでるね。朝な。あー、なるほど、そういう系ね。いやー、でも、キモティーだったらいけるから。とりあえず、まあ、電光石火かな。どう？やべえ。あ、念力使いか。大丈夫でしょ。まあ、一回睨みつけとくか。で、防御を下げて、念力、ヨガのポーズ。ナブヨーンってなっただけじゃん。待って。うわー、上がんのかよ。まあ、でも電光石火で、あ、いいね。ヨガのポーズ。待って、こいつなんかあんのかな。格闘技怖いな。なんかあんのかな。見切り、やかましい。めっちゃやかましいな、こいつ。何こいつ、電光石火だよ、ひたすら。いや、もう何こいつ、ヨガやっとけよ。鶴太郎って名前にすんぞ、お前。そんなこと言ってると知らねえけど、まあ、あの人がヨガやってるか知らないけど。よし、まあ、余裕だね、でもね。はい。わーん、負けたー、ピッコロさーん。お前が泣いてんじゃん。見えねえよ、ほとんど。薄いよ、ちょっと。どこ？こっちだろ、絶対。いるよ、この先に。ほら、いた。え？うふふ？暗くて迷ってるかな？海の男の意地を見せつけてやるぜ。いやー、まさかのダブルバトル。でも2体、これあれだね。2体分ね、明るくなりますからね。さあ、1体ずつかよ。朝なんと腕力、まあでしょうね。キモティとツッチ。ツッチきつくね。まあ、キモティはとりあえず睨みつけるで、引っかくかな。睨みつけるで、これ両方下がるのか。あ、でも悪くないな、両方下がるのは。ありがたいな。よし、で下げて我慢し、我慢。じゃあ腕力だな、これ狙うのは。あ、待って、ちょ待って、まずいな。ハスコラがでもいるか、一応。ハスコラ強いからな。我慢してんのはアサナンの方だから、自然の力、あ、待って、自然の力大丈夫これ。硬くなるか。スピードスター、両方に食らうこれ。あ、両方か。まずいな、意外に。いや、我慢してるのは、ちょっとまずいぞ。うわ、でもアンリキーも結構まずいな。どうしよう。まあ、土じゃねえわ。硬くなっといて、うわ、まずいな、これ。どうする？もう吸い取るしかないんだけど、これ。いや、もう引っかくでしょ、そしたら。いや、吸い取るじゃそんなダメージでも入んないよね。入んないよね。まずいな。あ、待って。どうなる？あ、結構食らうわ、やっぱり。まずいな、これ。スピードスターでやっぱ攻めるしかないか、これは。まずい。思ったより強いな、こいつら。うわー、まずい。まあ、自然の力で。で、ひっかくで。よし。スピードスターでも強いからな。スピードスター必中だけど、まあ、でも強い。え？どっち？あ、そっち？ハスコラまずいって。やめてよ。死んじゃうって。いやー、早く倒さないと、これ。まずいな。よし。いいぞ。オッケー。でも次倒せるはず。見切り、大丈夫。見切りだったら大丈夫。全然問題ない。ワンリキーの方は倒せるはずだからね。見切ったとこで、あ、大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー。当たってんじゃん、なんか、エフェクト的には。ね。よし。あ、ツッチーレベル8。いいね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
オッケー。まあ、あとはもう余裕だな。朝なんだけだからな。大したことはない。また？いや、大丈夫。効かない。よし。でもハスコラちょっと弱いな。なんか、水鉄砲とか欲しいとこだけどな。オッケー、いいよ。よしよしよし、勝った勝った。何よ、もう知らない？いや、喧嘩かって。どうしたい？俺どうしたことが。いや、なんか、なんだこいつら。仲良しかよ。カップルか！いや、全然明るくならないんですけど。こっちの、あ、いけなーい。どっち？待って、こっちかな。こっちいそうだよね。いや、違うか。いや、いるでしょ、絶対。いたいたいた、ほらほらほら。陶器様と戦うまでもないわ。私が倒してあげる。うわぁ。信者か。まあいいだろう。またか。朝なんはやめてね。いや、もういいわ。もう朝なんシリーズいいわ、もう。オッケー。まあ、弱いな、でも。あ、でも経験値はそこそこなんだよな。あ、これ進化するもしかして。ワンチャン進化。追い打ち。あー、まあ悪くはないか。あー、でもどうなんだろうな。叩くよりマシかな。叩くよりマシかもな。変えとこうかな。よし。念のためね。まあ違いはそんなないと思うけど、これ進化するよね、多分ね。まさか、こんなに簡単にやれるなんて。いや、そりゃそうだろ。一体なんだから。やったー、進化きた。ついに進化。ジュプトルか。ジュプトルいいね。あー、進化きたきたきた。いいね、いいね。いいね。いや、強くなってきたよ。はい、進化ジュプトル。かっこいい。トカゲ感すご。トカゲ感すごいわ。いいね。連続斬り。連続斬りか。まあ悪くはないけど、いらなくね。でもそんなに、いや、いらないでしょ、さすがに。さすがにいらないよね、これは。いいよ、こいつ戦おうよ。ここを通るならこのわしを倒してからじゃ。いや、ここ通れるけどね、別に倒さなくても。今行けたからね、普通に。よし、行こうか。いや、幕の下。あー、まあでも13レベルか。ま、気持ちいい。進化したんで余裕ですよ。もうこれはでも睨みつけるかな、やっぱり。もう余裕でしょ、こんだけレベル上がって進化したらね。あ、痛い。あ、待って、これ連続系何回？ 2 回か。まあ2本だもんな。オッケー。こいつ魔人ブーに見えんな、つうかこいつ魔人ブーだろ、絶対。待って、当て身投げ結構強いよな。確か後手に回るけど強いんじゃなかった。砂かけはやめようか。砂かけはやめようか、めんどくさいから。ほら、当たんなくなるから。あ、気合ダメもやめようか。急所入るから。もうやめて。よしよしよし。オッケー。いったね。まあ、一体だからね。一体だけにいったね。よし。ムーン！なんだその鳴き声。さあ行こう、トーキー。お前だよな。僕は室ポケモンジムリーダーのトーキー。この辺りの激しい波に揉まれ、暗い洞窟で修行してるのさ。いや、洞窟ちゃうわ。これは。僕に挑戦しようという君の実力、どれほどのものか見せてもらうよ。こいつでも何？結構若いのかな？あ、若いんだ。あ、こいつか。なんかいたね、こんなやつ。ワンに聞いた。いや、強いな。16か。いや、いけるか。自然の力。鳴き声聞くもんな。鳴き声で、いや、もうね、下げてっていう作戦。ビルドアップ。いや、これ下げようぜ。めんどくせえもん、絶対、こいつ。ほらー、絶対めんどくさいもん、これ。この鳴き声で下げちゃおう。防御は別にいいから、攻撃さえ上がんなければ。いや、もうめんどくさいな。これしかも絶対ビルドアップだって、こいつがくれるやつ。いらないよ。なんか、もっといい技くれよ。絶対これそうだよね。まあ、ビルドアップ、いや、もうめんどくさいな。何こいつ、アピってくんなよ。おい。ここはさ、違うから、なんだっけ、ほら、ボディービルダーのさ、選手権じゃないから。地球投げ確かレベル分食らうから、16か。いや、結構厄介だな。吸い取るとかのはいいのかな？どうなんだろう。まあ、草タイプだからね、ハスコラもね、なんだかんだ。あー、なんかわかんないな。微妙だな。空手チョップ痛い。いや、痛え。マジか。どうしよう。いけるか、これ。いや、きついかもな、これ。地味に。やっべ、強え。マジか。待って、これ結構強いぞ。ちょ、待って、負けるかもしんない、これ。レベルが低すぎる、うちのポケモン。
マジ で吸い取るしかないし、これ吸い取るのがいいよ絶対に。ちょっとでも回復しときたいし。あーやっぱ回復量は多いな。いや待って、まずいぞこれ。死ぬんかい。無理じゃん、終わったわ。マジかよ。このメンツが死んだらもう俺死ぬんですけど。ちょ、弱虫じゃ絶対無理だって。いやもう完全に油断したわ。やったね、やったわ。いい傷薬やられたわ。うっざ、なにこいつ。まあしょうがない、これは俺が油断したからな。ちょっと、あーでも俺のが早いんだ。まあさすがに、いやでもまあ強いな。失敗した、これは油断したね完全に。よし、改めて行こうか。まあ風起こし覚えたんで、これで飛行ね、飛行が入ったんで、まあ格闘には強いよね。よし。いやまあワンに、まあまあいけんじゃない。でも弱虫結構ね強いし、まあ最終進化系だから。風起こし、よしよしよし。なんだろうなー、でもわかんない。あー、いけるいける。強いわ。あービルドアップなんてもう大したことないからな。え、待って、これ何が上がるっけ。防御、防御も上がるのか。風起こしは、いやこれ多分でも物理だよね多分ね。あいやいや、あーまあ急所か、ありがとうございます。いやまあ運もね味方してますから、これはいけますね。さあそして朝なん、あいけるな。朝なんかなんだったらもうこれ気持ちいい進化ね。まああのしてないんで進化しますかこれね、ここでね。あいいですね、もう一回進化しましょうか。いけるね多分。レベルは低いと思う。いや低くはなかったけど、まあでも睨み、あ、まあ我慢か。待ってよ、逆、待って違うなこれ。なんだ、え、なにこれ。爆裂パンチとかまさかそんなのある。ちょっと待って、気合パンチ、まずいぞこれ。いきなりそんな大技やめて、いじめないで僕を。ちょっと気合パンチは効いてないな。気合パンチはじゃあもう風を起こ、リフレクターはやめようか。物理強くなったから。いや待って、こいつめんどくさ。あまあでも強くなっても、いやでも下がってるってのもあるからな。強くなってもか。え待って、風起こしどっちだ。ちょっと見た方がいいなこれ、どっちか。いやでも多分物理な気がするんだけど、物理だねやっぱりね。でもそれ、うーわうーわ、しかもいい傷薬かい。くっそムカつくなー。まあでも5ターンしのげばいいわけだから、なんとかなる、いける。いやービルドアップ結構厄介だな。あと2ターンくらい使ってくんないかな。やばいぞこれ。いやまあいけると思うけど、どうだろう。でも結構厄介だな。これは変えてもいいかもな、あえてな。まあ、ここは負け犬とかどうよ。鳴き声とかなかったっけ負け犬。あーない、砂かけがある。でも砂かけがあるから地面だし、あー関係ないし、砂かけで当たんなきゃいいのよ結局のところね。大きな攻撃もね、当たんなきゃいいのよ結局、関係ないんで当たんなければ。よしってことで砂かけですよ。はぁ、あ、いやでもこれも当たんなきゃいいんで、当たんなければ全てねもう関係ないんで、下げていきましょうこれで。う、当たんのかい。いやもう当たんのかい、しかもワンパンかよ。ちょ待って、なんでこんなやつが気合パンチ持ってんの、ムカつくな。待って待って、弱虫でしょこれはやっぱり。いや絶対倒すからこいつマジで、絶対倒す。もうこれは風、いや大丈夫、これ気合パンチ多分集中力がさ消えるから、風起こしで倒す。あー倒せない。まあでもそうだよね。でからのもう一、まあちょっと2回はダメだって、それ2回はずるいって。あーいやめんどくせえなこいつ。でもいやー普通に念力とか使ってこないんだったらそんなに問題はない感じが。急所入らないかな、結構厄介だぞこいつ。いやでも大丈夫、これで集中途切れるから問題はない。でもう一回風起こしで倒せるかってところでしょ。どうだ、オッケーオッケー、いけるね。あんま強くないわこいつ、バカだな。ちょ待って、負けるかもしんないこれ。でもレベルが低すぎるうちのポケモン。よしこれで倒す。はいオッケー。さあ次だよね、これもしかしたらレベル上がらないか。幕の下か、いけんじゃん普通に。いけるね、うん多分いけると思う。うん強いね、レベル高えなこの魔人ブー。あでもまあそんなでもないか、当て身投げ確か後手に回るって言ったよね。あでも飛行入ってるもんねこっち、余裕だね。あなんだ弱かったな。
オッケー、いけるいける。当て身投げかな多分。じゃあこれ多分なんかそんな気がするな。技マシン、ええ何これ。あ、オボンか。オボン30も回復するんだけど、この時代の30結構でかいからやめてよ。もう当て身でしょどうせ。当て身しかしてこねえこいつ。なんなのこの魔人ブー。もういいよ。オッケー、倒した。よし、やっと倒した。これでいけるな、ダイゴのところに。いやー時間かかったわ。まあでも相当強くなったね、弱虫。いいね。もうお前は弱虫じゃない、お前は強い虫だ。ってビッグウェーブってこいつ。あ、そういうことか。海に近いからな。このバッジを持っていきな。なんだ、何バッジだ。サーフィンバッジか。いや見えていく。なんだ、何バッジだよ。ナックルバッジ。あ、攻撃上がりそう。なんかこれ違うかな。どう。あ、30までのポケモンか。秘伝の出たフラッシュ。8何これ。絶対当て身投げでしょ。あ、いや、ビルドアップかい、あえての。まあまあまあ、悪くはないけど。え、てんてんてん、なにこれ。いや、やめて、勝手に登録すんのね。それは知らないんだけど。君の才能はいつの日か大きな波となって、ポケモントレーナーたちの間に驚きの嵐を巻き起こすだろう。いや、お前がサーファーなのは知らないんだけど。なんだっけ、これ。あ、自転車のやつか。自転車はどうでもいいな、こっちは。あ、なんだこれ。モンスターボール。いや、そのままだな。アイコン通りじゃん。え、待って、これでも意外とわかんないな。あー、わかんないかも。うわ、どっちこれ。上行けないわ。下か。下行って、どっちだこれ。いや、わからん。なんじゃこれ。あ、虫除けスプレー。あ、なんか、あら、岩砕きの跡がある。誰が壊したんだ。で、おー、闇波じゃん。12レベル強。ここレベル上げに使えそうだな。ちょっと頑張れば。いいね。風起こし効くもんね、ゴーストタイプね。南はでもな、メガ進化この時代ないからな、そんなに使いどころないんだよな、今のところ。あと、とりあえず、うちのポケモンが弱すぎるよね。でもこのゲーム、レベル上げるポイントあんまなくない？どうしよう。やっぱトレーナーしかないか。難しいな。まあ、しょうがないか。これ経験値でも。うわ、美味しい！何こいつ。めっちゃうま。うわ、なんかこの辺、うわわ、すごいすごい。いやー、なにこれ？え、なにこれ？いや、絶対アイテムあるよね、これ。あると思った。変わらずの石使うポイントないな、今のところ。進化してほしくないポケモンいないしな。いや、またここドラかい。よし、行こう。おー。いや、結構奥。あー、でもこっちだね。結構、あ、なんか明るい。あ、なんか、あー、上か、ここ。最初のとこじゃん、これ。何が出る？おー、幕の下ってことは、まあそうだよね。出口、やっと出口、いたー、お前だ。僕の名前はダイゴ。珍しい石に興味があって、あちこち旅してるんだよ。え？僕に手紙？ダイゴへの手紙を手に渡した。もう噛みすぎ。うん、ありがとう。あ、お礼を、じゃあなんかくれよ。金くれ。この技マシン、鋼の翼、いやー。鋼の翼か、今のところ使い道ないなー。なかなかいい感じってなんだよ、つうか。お、修行を続ければ、いつかは、ポケモンリーグのチャンピオンだってなれる。おー、僕はそう思うな。おー、何？お互いポケナビに。おー、連絡先来たー。いや、いいね。LINE やってる？みたいな感じで。いいね。じゃあ、僕は先を急ぐから。あ、そんな感じか。はい、じゃあ今回はね、この辺で終わりたいと思います。またね、進めていきますんでよろしくお願いします。チャンネル登録ね、高評価、ぜひともお願いします。あとは最近ね、公式 LINE 始めたんで、ぜひともね、概要欄の QR コードからか、あ、違う。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。あとはね、最近公式 LINE 始めたんで、画面の QR コードか、概要欄のね、リンクから追加よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。